よろしくお願いいたします。まあ今年のテーマでいうと、やらない今を過ごさないっていうテーマでずっと生徒たちに教えてます。やるという今を過ごすと、思ってもない未来が待っているとなると、 2,3 ヶ月前には自分の人生に日本大会なんていう言葉が出てくると思わなかった人生を向いていると、僕と整体をしている状態、そしてこちらに向けて足の隙間を閉じたい。なので僕に今足の隙間が見えてなければ OK。 でどうすればいいかといったら、どんなに音脚でも重ねたら絶対に足の隙間消えます。そして指先は必ず伸ばします。ピーンと伸ばす。ただ軽くくにゃっと曲がらないようにピンと伸ばして、なので今ネイルした直後だと思ってこうやって触る。ただ指の腹で触りますね。右左でグリップ、そしてもう一度せーの、右左でグリップ、せーの、と下見ないように目線前で歩いてみましょう。で振り向いて、せーの、はい、振り向いて足を閉じる。そしてはい、歩く。さあ、なるべく下見ないように止めて歩きます。はい、 OK ですね。せーの、目線前、そして手は体の横で振る。さあ振り向いて、はい、回す。せーの、歩き出しにね、下を見る癖がある人もいます。下を見ない、もう膝と膝がくっついてたら足は閉じているので、この自分のね、靴を持って歩きましょう。一般の方からスタートして、モデルたちのウォーキングから行って、で日本で、まあ、ミスコンテストが少しずつこう、まあ、流行ってきてというか普及しだして、で来た中で、まあ、僕もミセスコンテストとかミスコンテストに携わるようになって、でやはりこう、なんだろうな、まだ綺麗に歩くっていうことが文化になってない日本で、やはりこのコンテストが流行っていくことによって、まあ、綺麗に歩くとか、まあ、人前で歩くとかっていうことの、なんか触れる人が多くなってくれればいいなと思って、あとここに携わることで、まあ、女性の自己実現とか、まあ、この美しくなっていくことが社会貢献になるよっていうところを広めたいなっていうのがあって、この大会にも関わってます。素直な方が多いですね。なんかこう歩き方見てても、こうまず言われた通りにやってみてとか、あとはこう、はい、人前がまだ恥ずかしいかなとか、またこうまだ自分に自信を持ちたいけど持てていない、やっぱこう一つまだ前に出ることにこう経験をしたことがないという方が多いかなと思うので、ただ、まあ、皆さんやっぱりポテンシャルはすごく秘められてて綺麗な方も多いし、ってことはこれが自分にあと自信を持って人前に出るという勇気さえ出れば、どん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 もっと徳島から全国に発信できている、できていく女性が増えていくんじゃないかなと思いますね。まずは女性であることを楽しんでもらって、で綺麗になる喜び、やはりこう今こういう自粛の期間とかもあるので、こう見られてないと思うと、そんな綺麗じゃなくてもいいかなとか、まあ、これくらいでいいやっていう、こうなる時間帯っていうのも多くなるので、そうではなくて、こう自分自身が綺麗であることとか人生を楽しんでいることに対する喜びっていうのをみんなが感じてもらえれば、こう日本自体のこう空気がこうちょっとワントーン明るくなるんじゃないかなと。そうすると、
まあ、女性だけじゃなくて男性にとってもすごくいい効果が出てくると思うので、そういうなんかこう毎日を楽しく過ごしている女性が増えてもらいたいなと思います。コロナでお仕事がちょうどなくって、その時にお友達からこういうコンテストあるよってお聞きして、で出てみたらわって言われて、ちょっと悩んだけど、あちょっと出てみようかなと思って、で私が出たら結構周りがえーって驚いて、私が頑張ってるからじゃあみんなも頑張るわみたいな感じになってくれる、そんなんがあって活気づいてきたっていうかな、だから頑張ってみようと思って出ました。あ、楽しかったのと、はい、とりあえず楽しかったが一言と、あともう自分の姿勢かな、かなり変わりました。優勝したいんで、できる範囲頑張っていく、もう出た以上は頑張りたいんです。目標は、徳島代表したいです。推薦してくださった方がいて、あの美人コンテストなんか向いてないと思ったけども、あの環境に優しいことをしているっていうことで、あの出てくださいって言われたんで、私は、まあ、あの無農薬の柚子を使った加工食品作ってまして、あのこれはもう無駄なく使って、あの人々の体にも優しいっていうことをしているので、そのことをあの皆さんに広められるかなと思って応募しました。あ、無理だと思いますね。何十年ぶりかでハイヒール履きました。あの買ってきて初めて履いたんですけども、歩くのが精一杯で、これから本番まで2ヶ月まず歩く練習をせないかんと、もうなんかやたやたと捕まりながらでも歩けるように、倒れないようにするのが精一杯ですね。出る以上ね、たくさんの方にあの喜んでもらえるような、あの応援いただけるような、あのことをお伝えしたいと思います。